神戸丸は東亜海運株式会社がかつて保有していた短距離国際航路用の高速化客船である。長崎・上海をつなぐ上海航路を増強するためにすでに運航されていた長崎丸及び上海丸を拡大発展させた厚生総安社化客船として1939年から1940年にかけて三菱重工業長崎造船所で建造された。 本船は国策海運会社である東亜海運株式会社が設立後に最初に発注した船である。すでに上海航路には日本郵船から移乗された長崎丸と上海丸が就航していたが乗客及び取扱貨物が増加したことに伴う当該航路の増強のため三菱重工業長崎造船所に8000トン級高速貨客船として発注された。 船体は構成で、航海船橋楼甲板、探偵甲板、遊歩甲板、船橋楼甲板、上甲板、第二甲板、第三甲板の7つの甲板から構成され、太めの煙突がやや後方に傾斜して1本、備え付けられていた。船体の要目は、7930.0総トン、全長138.5メートル、肩幅18.0メートル、 片九9.75メートル、満載キッスイ6.047メートルであった。なお、塗装は、上甲板以下が黒色、上甲板以上が白色であった。旅客定員は1等149名と3等448名の合計597名であり、旅客用の部屋は、遊歩甲板、船橋路甲板、上甲板、第二甲板の4つの甲板を、下記のように使用していた。 旅客設備として各看板には旅客用エレベーターが備えられていた。また、皇室及び客室にはサーモタンクと温室調整装置を備え、夏は外気を取り入れ冷房とし、冬は空気加熱器によって温められた空気を暖房として用いた。照明についても居心地よく落ち着いた雰囲気を提供するため、ベランダ付け一等喫煙室、一等大食堂、 一等ラウンジ、三等、大食堂、三等娯楽室には、直接照明に加え間接照明も併用していた。客室については、一等客室は、天井灯、トイレット灯、寝室灯とベッドに、それらスイッチを備え、他に、予備林装置、冷暖房装置が完備されていた。三等客室は、和室と洋室の2種類が用意されていた。主要旅客設備は、 低身症並びに、帝国海事協会の特別検査監督の下単国際航路収益船の船舶安全規定に従って建造された。また、探偵の商工に使用される、ボートダビットは、三菱式、ダブルアクションボートダビットを採用し、探偵の迅速な運用を可能としていた。貨物の最大積載量は1940トンであり、前方に2つ、 後方に一つの船倉を持ち、前方に二組と後方に一組のデリックポストで貨物の積み込みを行った。また、貨物層内には通常の貨物層のほか、冷蔵貨物層や日本船として初めて自動車格納庫を設けていた。また、船内には旅客荷物用のエレベーターを備え、手荷物の迅速な取り扱いを提供した。航路に様子が含まれる。 関係上軽機水となっているため、通常の商船よりも著しく高い回転数の推進機が採用されている。そのため、タービンは一段減速歯車装置部となり、その減速歯車には、三菱ダブルヘリカル歯車が用いられた。機関部に関しては、主機関として、三菱チェリー全商道型一段、減速歯車装置部並列複式乗機タービンが2機、搭載された。 このタービンは一機につき、前進用に高圧タービンと低圧タービンを一機ずつ備え、後進用に後進タービンを高圧、低圧タービンのそれぞれの車室内に包含していた。主機2機合計の総合軸馬力は11500馬力、回転数は高圧タービンが毎分4628回転、低圧タービンが毎分3273回転。 推進機が毎分220回転、使用蒸気は圧力が2 4ラム、平方センチメートル、温度が摂取375度であった。主機管には当時商船用としては国内最高圧、最高温の三菱三道型水管管が4機搭載された。この管は受熱面積が550平方メートルとできる限り、 燃焼室の容積を大きくしており、その性能は最大連続蒸発量が毎時17トン、蒸気圧力が2 7ラム、平方センチメートルで、構造は加熱器は対流型、空気予熱器は剣型直管式、燃焼装置は平行通風、球炭装置として三菱マルティプルレトルトしたコミストかで構成されていた。 この三菱マルティプルレトルトしたコミストーカーとは、石炭庫から取り出した石炭をまず、石炭昇降機により運び上げ、ロート状のホッパーへ落とし込んだ後、ストーカーによってヒドコへ自動で送り込まれる仕組みであった。このストーカーは、6個のレトルトからなり、仮想の下方から急炭されるため、石炭の揮発成分は、下方より、炉内に全体に均等に行き渡ることで、燃焼効率が良く、 ほとんど無縁であった。この装置により、相端、球端ともに自動化されたため、省力化することができた。補助艦は、蒸気圧力 10.5kg、平方センチメートルの船用スコッチ型を1機、搭載しており、主として甲板部の所要蒸気として使用された。また、衝動型1段、原則歯車装置不敗圧蒸気タービン駆動のターボ、発電機を備えていた。 燃料の石炭は、比較的揮発性が高くやや粘結性を持つ先と炭を使用した。主発電機は5 3 0ットを2機、補助発電機6 0ットを1機、さらに非常用の3 0ット発電機を1機、通信用の 1.25kVA の交流発電機を1機、電池充電用電動発電機を1機、無線用電動発電機を3機備えていた。なお、 動力としては、機関部初歩機36機6 3 4ット、甲板部初歩機37機7 1 4キロワット、その他に操舵装置用電動発電機を備えていた。なお、操舵装置は、特許三菱電機製の純電動操舵装置であった。航回、通信装置としては、無線送受信機、方向探知機、音響促進義、シップログ、放送装置、 非常警報用モーターサイレン、室内自動電話等を備えていた。加えて、煙突等、単と200灯を備えていたが、戦時下の建造であったため曝露甲板の照明は、船橋から一斉に点灯、消灯することが可能であった。以降、長崎丸、上海丸と共に、長崎上海間を結ぶ定期航路上海航路に就航した。付近を航行中の、 タツタマル、ウンゼマル、日、木マルが出来者救助を行い、東亜海運株式会社所属の、ナルトマル、駆逐艦、栗、その他漁船等と航空機により不明者の捜索活動が行われた。13日付で、大東亜省が集計した結果、生存者641名、死者56名、行方不明、49名、神戸マルと天山マルの事故は、 後日調査の結果、戦時の制限航路内で無党化航海を強いられ、起こった戦争海難と認定され、両戦の不可抗力が認められた。ありがとうございます。